皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。静岡県公立高校の志願倍率、入試の倍率、これが発表されました。全日制の高校、静岡県92校あります。その全日制の平均 1.02 倍、こうなっていました。募集定員が 18,874人に対して、志願者数、受験したいという人ですね、これが 19,289人で、倍率が 1.02 倍だったんですね。県内で最高の倍率だったのは浜松南高校、理数科の 2.55 倍です。それからあと1回だけ志願変更ができます。志願変更受付は2月の22日そして24日この2日間です。締め切りは24日の正午までとなっています。毎年そうなんですけど、この変更する人って非常に少ないので、今発表されている倍率がほぼ自分が受験する高校の実際の倍率だと考えていいです。そして受験日3月の3日、これが学力検査、いわゆる5教科の試験ですよね。5教科の試験、そして4日の日が面接と、裁量枠の人、こういう人は実技試験なんかも行われます。今回はコロナ理由、この追試が行われます。本試験から1週間ずつ空けて3回行われる、このようになっていました。もう2週間を切りました。受験日まで2週間を切っています。皆さんあと少しですからね、マスク、手洗い、うがいなどをしてコロナにかからないようにね、普段から気をつけて、もう少し頑張って受験勉強、そして合格を勝ち取りましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。